Ну конечно, я очень рад, рад подарить победу моим японским фанам. конечно, все, кто болел, переживал, молился за меня во всем мире. Вот, но особенно, конечно, здесь. Потому что здесь произошло мое становление как бойца. Здесь я долгие годы бился и 私はまた再び日本に戻ることができて、そして試合をすることができた、まあ、これを大変嬉しく思っています。またあ、今回は勝利することができたということで、本当にあの感激もひとしおです。特にこの会場、埼玉スーパーアリーナでもう何度も試合もしてきましたし、まあ、この会場で、えー、勝つことができた、あまあ、これは、まあ、私にとっては特別な思いです。

Uh, and, course, um, 長いこと、こちらの日本でも一緒にいろんな試合に出,演あ出,出場してまいりました。Me, uh huh. 私にとっては彼は、まあ、ファイターの中でも最も親しい一の一人です。試合を終えたばかりですが、今後の展望を教えてください。 Жду не дождусь, когда завтра я окажусь в, в кругу своей семьи. Вот ,まあ,あの так, uh, немножко отдохнуть, и сейчас будут ребята наши готовиться, у них предстоят бои うん. в Беллаторе. まあ、あのうんねうん。あの少し休んでですね。えー、と、私、自分の、まあ、あの、えー、まあ、チームもいますので、そのチームの人たち、の、これからの育成のことを考えます。オフィシャル以上です、はい。ありがとうございます。と、お時間の関係で、一番一体一つの質問までで、お願いできればと思います。何かご質問ある方。ええ、トリカジンバープロス、モジュナ、あ 今日あの試合でランペイ選手と戦って、前日の記者会見でも、お互い、フィオドル選手もランペイ選手も、ある意味、プライド時代のファイターだったわけなんですけど、それで若手とか、そういうものに素晴らしい試合を見せたいと、の今日はたまたまお互いの娘さんの誕生日でもあるし、お互い素晴らしい戦いを見せたいということだったんですけども、試合を終えて、フィオドル選手としては、 あのそういうような試合をできたというふうにお考えでしょうか показать красивый очень зрелищий бой. И как раз помимо того, у вас, у вас обоих сегодня день рождения вот, ваших дочерей, и вы говорили, что для дочери тоже вы хотите показать очень красивый, хороший бой. И вам, как вы думаете, вам удалось вот именно это сделать? Да, мне кажется, удалось... ロシア全体が、まあ、私の勝利を喜んでくれていると思います。私の娘だけでなく、あの私の家族だけでなく、ロシアみんなが、まあ、ロシアの人たちが、そしてロシアが喜んでくれていると思います。 うんまあ、世界のファンの皆さん、まあ、日本だけでなく、世界のファンの皆さんに、まあ、心からのもうありがとうと、それから、えーまあ、気持ちを伝えたいと思います <music>、うんまあ。こんな素晴らしい新年のプレゼントといったものをです、ね、皆さんに届けることができた、これを大変うれしく思います。

Просто какое чувство у вас вот, появилось в вашем сердце? А, но... Вы знаете, я помню, что...

Значит, э, вот, какое воспоминание у вас самое сильное именно в этом спортивном даре? Ну, конечно, э, я помню каждый бой, который провел здесь, в Японии, но для меня было э, особенное впечатление получал, получил, когда в первый раз приехал в Японию. Mm -hmm. Для меня было это. Э, ん特に印象、まあ、どんな気持ちかと、まあ、お尋ねになりましたけれども、まあ、私が実際に日本で、えー、とファイトを始めたときっていうのはその、まあ、その当時はやっぱり一番印象深いんです、そしてこの埼玉アリーナでも,もう本当に何度も、えー、と出場いたしましたし、えー、やはり、まあ、今回、最後の試合をこの会場で終えることができたということを、とても私は感激しております。 その他ご質問あるメディア様いらっしゃいますでしょうか。 日本でのラストファイトお疲れ様でした。あの、やっぱりヒョードル選手は、あの、日本の格闘技の、まあ、大きな大会で、まあ、数々の試合をされてきたと思うんですけれども、あの、2003年には、プロレスラーの永田裕二選手とも対戦されたりとか、いろいろなあの試合をされてきたわけですけれども、 бойцом а, да? нет, мне понятно, да? Значит, в 2003 году просто до сегодняшнего дня... Вы... а, значит, вы уже много раз а, провели бой с, в Японии, да? И, в 2003 году, наверное, значит, у вас был матч, поединок с японским бойцом Нагата, да? И когда, вы когда вспомните о всех этих поединках, которые вы уже провели в Японии какое соревнование в Японии значит вам запомнилось больше всего для меня э, э, самое, наверное такое запоминающее событие было это бой за звание чемпиона

もう何しろまあ日本の,あのファイターの方たちともたくさん戦いましたけれども皆さんそれぞれに素晴らしかったいろんな思い出がありますでは続いて最後のご質問すいませんあのー、格闘技会 モリアガルダメニ、ワカイ選手に期待することは何かありますかデトゥストゥブダネシエブレメラズビバチショボーシ<プ>ェ、エトゥビッドスポルタ、MMR、ダカキサビエティスネスター、サビレージス、ダッチ、マラデマラドモ、パカレニュー、レベアタ、カトリズ、ブジェット、イリカトリズ、アニマツ、イリカトリズ、アニマウツ、MMR、カキサビエティス、ブルサビエティス、イメナ、エチム、レベアタム。 Ну, чтобы привлекать к нашему виду спорта внимание, нужно, конечно, красиво убеждать. Для этого ну, не просто выходить и отбывать свой поединок, а именно биться, биться за свою страну, за, за победу. はいまあ、アドバイスとしては、まあ、MMA がこれからも、まあ、メインのスポーツになるためにはやっぱり注意をいつも喚起する自分たちのこのスポーツが魅力的だということを、まあ、アピールしていく必要があると思いますそのためにはやはりあのどの試合でもやっぱり勝利を目指して勝ち続けていくでこういうことによって、まあ、若い人たちも大いに、まあ、この,あの種類、まあ、この、えー、スポーツに興味を持っていくと思いますし盛り上がっていくと思います。